はい、というわけで、開封だけしてまだ何もしてない状態、あ、まあ、三脚だけつけたけど、うん、さあもう率直な第一印象多分一緒だと思うけど、うん、ちっちゃいちっちゃいよね、めちゃくちゃちっちゃいよねこれ、しかもすっごい軽いもう片、うん、あの動画僕散々見たんですよ、はいはい、うん、発売前後の、はい、そんなに、まあ、小さいのは分かるけど、うん、まあとはいえと思ってたの、あ、まあ、所詮ジンバルでも何のかんの言って持ち運ぶの結構大変なんじゃないかなと、うんうん、いやこれ全然いやこれだってどうかしたらあれですよ、うん、なんだっけお相撲シリーズの、うん、あの感じ、ね、カメラが乗るとかちょっと思えないサイズ感、うんうんうん、普通にカバンに入れれる、ね、まあ後でちょっと検証するけど、うん、でどれぐらい小さいかっていうのが散々ちっちゃいジンバルとしての代表選手、ああ去年買ったこれっすね、はい、モザミニピーちゃん、はい、でかい、モザミニピーちゃんよりも画面でわかるかな、うんうん、もう一回りどころか二回りちっちゃいぐらいのイメージ、そうですね、うんうん、特にこの三脚のこれだよね、ああ大きさが結構違うのと、こっちで見せた方が分かりやすいかな、うん、あと、まあ、高さもで、あとこれの許せないのはロックはできるんだけどセッティングばらしてデフォルトの位置じゃないとロックできないんだよね、うん、でこれはね、まあいやそれはちょっと後にしよう、で大きさ先に言うと我らがメインジンバル、うんうん、重たいカメラも乗る時の RSC2 はこれもう画面からはみ出しちゃってるもんねそうですね、まあ、全然違うのが分かると思います、同じ位置だとこんなもん、うん、ですね、という風でまず買った理由その1、超ちっちゃいっていうのがまず前提、細かい仕様はまだいっぱいみんなレビューしてるんで、うん、その無視してとりあえず僕が買った理由、まずちっちゃいだよね、うんうん、でロックできるんで、うん、セットアップしたほうが、まあ、厳密に言うとこの位置は無理だと思うんですよ、アルファゼミ3だと、うんうん、ちょっと斜めにしないと無理だと思うんだけど、うん、まあ後でちょっと検証してみるけど、まあでもそれでもそのままカバンに入る、そうですね、利便性で、あと当然、フルサイズが乗る、うん、モザミニ P の方は APS-C まで、うんうんうん、でフルサイズはもう全然っていうかレンズを選べばはい、はい、乗るけどっていう、乗るけど僕らが使いたいようなレンズはちょっとほぼもう全部乗らないので、このサイズでですよ、うん、そうすごいなすごい、うん、でパワーが一応なんか、ペイロードは、うん、オフィシャルには言われてないんだけど、うん、1.5 キロぐらいという、うん、話らしい、ただ当然こんだけちっちゃくてハイパーなモーター乗せてるんで、うん、多分常にモーターはそこそこ動くと思うんで、下手るのは早い気がする、うんうん、なんとなく寿命は短いかなと思うんだけど、うん、まあでも使ってなんぼだからね、うんうん、もう一個ね買った理由があるんで、はい、ちょっとこれ後で説明するけど、とりあえず一回使いたい、はい、さあどうするんだっていう風で、先に欠点一個見つけた、これ見て、うん、おおジンユーのもうロゴが入ってる、そういう字なんだ、そうそうそう、初めて知りました。で僕が買ったのがそのパッケージだよね、一番安いベーシックなキットで、ジンバルと本当最低限しか入ってないやつですよ、マウントと多分ケーブルかな、うんうん、スマホホルダーすら入ってないんだ、これ1個上のやつがスマホホルダー入ってて、うんうん、でさらに1個上になると ZB10 用とか S3 用とかの、うんうん、そのままはめれ はめれる、うん、バッテリーをすぐに持ち出して、それ知らなかったので、っていうかまあ2万円くらい高くなるから結構でかいですね、それはね、まあ、2万円払うんだったらまあそうねちょっと頑張ろうかなって思うかな、う、ね、うん、仕事現場でだったらあれだけど、そういう使い方は前提じゃないんで、うん、仕事現場の時は多分間違いなく、うん、そうですよね、RSC2 使うんでなのでなんで買ったかというと、うん、基本、個人用途、うんうん、日常で持ち歩いて、うんうん、アクティブ手ブレ補正を使わずにでカタリストブラウズも使わずに、うんうん、なんとかスムーズな絵が撮れないかなと。でそうこの前あれなんだよね、加藤里奈ちゃんの PV、うん、山田くん行けなかったんだけど、ね、PV 用のやつを夜栄えに行って、はいはいはい、で最初伏見に行ったので、伏見は人少なくてで RC2 でこうちょっと行ったんだけどで栄えに行ってうん、うん、サンシャインだっけ、あ、はいはい、うん、あの辺りとか、ソーアシスの辺りとか、さすがにね、あれ室に、ね、カメラ抜けてね、あれちょっと恥ずかしくて、人多い中でそう、ちょっと躊躇されて、まあ、手持ちで、まあいいやと思って、多少ブレても、はいはいはい、うん、やったんだけど、まあ、これだったら、
そんなに、うんうん、気にせずに、まあ、撮る時だけ出して、うん、カバンの中スッとしまえそうなんでっていうこともちょっと考えてます。なるほどなるほど。でもう一個あるんだけどちょっと後でいいね。でイングリッシュか中国語かだね、うんうん、タッチかな。イングリッシュ5は取れた。5は押すのタッチか。タッチですね。でモードバランスインフォセッティング、まずバランスだよね。でその前にカメラのバランス合わせろって話だ。そうもう一回電源切ろう。そうですね、うん、あでも起動も電源終了もそこそこ早い。早いですねこれ、うん、これなら全然。でまずはじゃあまずこうだよね、はい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 、で、うんね、はいはいはい、あどうする、何でバランス取る、とりあえずデッドミーテンだ、ね、そうじゃんね、そうじゃんね、使っちゃった、うん、S32 台こいつとこっちで使っちゃって、まあ、撮影に使って、うん、まあとりあえずキットレンズで、あどう見てもあれデッドミーテンのために作られたよあほぼほぼいいね。お来た、 OK 来た。デッドミーテン起動して電源入れます。はい、もう光るんだ何気に。あそうそうそう、これがあの気に入らないところでバランスをどうやって取ってくれるのか、多分オートチューニングみたいなのがきっとあるよね、うん、なんかケーブルつなげとか書いてあるよ、うん、カメラコントロールまあいいや、うん、あのでも日常使いだとめんどくさいから、ソニーカメラの制御ケーブルだって入ってるのは、モーターのトルクを調整する必要があります。タッチスクリーンメニュー自動キャビレーションの使用をおすすめします。よし、はい、もうそれしかやりたくないですこれですね、右上のバランスを押してオートチューニングないんだけど、セッティングか、セッティングオートキャリブレーションこれだな、うん、こっちスタートキャリブレーティング、イエイ。おもう勝手にこう動くのかっこいいよね、うん、何でもそうだけど。お来た来た来た、地震が起こってますサクセスフルできました。早いね。これで、うん、使えるタッチスクリーンがさ、はい、あすごくいい。あ、本当、もう GoPro 的なのと思うじゃん。そう、GoPro みたいだなって思ってましたけど。もう全然違う。うん、これで、うん、おお、なるほどね。はい、なんか水平合ってないな。僕のバランスが悪かった。パソコンが斜めってる。ちょっと直そう。一回電源オフ。あ、いいね。うん。電源オンして自由って出て、お早い、あいい、これは全然、うんうん、旅行で使える。しもそうですね、2回押しで正面になると、うん、で今パンフォローモードかなこれ、ね、うん、で1回押しだと分かんない、うん、3回押し、あでもやっぱ、はい、そうなる、うん、で自撮りモードになりました。まあこうやって持つ分には全然いけるかな、うんうん、3回押すとくるくると切り替わるんだ、うん、で2回押すとそのモードの状態の正面になるんだね。そういうことやね、うん、でモードでパンフォローだからロック、うんうん、モード選べるのもむしろありかな、うんうん、そうそう全然あり、分かりやすい、うんうん、といつでも向こうを見るぞと、うんうんうん、でフォローモードにするとパンもフォローするし、うん、全部チルトもフォロー、ああいいねこれが、うん、ああよし、山中遊んでもらってていいので、うん、あ軽いやばこれやばいよね。だってこの重さが RC2 の何もつけてな い, ない状態よりも軽い、もうあ軽いです軽いです、うんうん、こっちよりも、うん、あすごい滑らかだスティック、うん、いいそうそうそう、いいスティックすごいやりやすいの、うん、あ、いいなこれ、うん、多分速度変えれるんでしょうけど、うん、全然デフォルトでいいな、うん、自撮りの時に照明どれぐらいか、このスライドが、うんうんうん、照明のそう調整なんだけど、押すとつく、うん、こんな感じでチュンとしたばっかりですよ、こんな感じでついてます、でケルビンが調整できるみたいで、うん、ね、この全部このダイヤルでやりたいんだけど、これで今照度だよね、はいはい、うん、でマックスこれぐらい、うん、でミニマムでこれぐらい押してスライドするとこうケルビンが上がって、多分これで今なんとなく見た感じ5600ぐらいだね。そうですね、うん、でこうすると3000、あ2600、ここに出ますね数字、もっといくんだ、あ本当だ、あ、うん、あすごい、ここにやると、うんうん、こういう風に
出ますね。素晴らしい。照明が結構明るいよね。明るい、ね、アリで、うん、あ消えた消えた。あ全然使えるね、うん、白にして、うんうん、押して絞ると、うんうん、全然明るいっすよ。いいね、めっちゃ。とってもいい。どれぐらい持つのかしらね。8時間だって。すげえ。最大だからね。まあでもライトとか乗る、うんうん、し、重たいカメラ積んだらよりパワー食うと思うんで、うんうん、いやでも十分、うんうん、で一応ただ充電時間がちょっと長めで、うん、3時間だったかな満充電、はいはい、うん、まあでもで、ね、まあ夜の間に充電して、うん、1日使えるって感じだよね、あの普通に旅行とかだったら、うん、はい、ということで、まあまたいろいろ試して、うん、っていう動画は作るかもしれないけど、はい、まあ開封良さそうですね、うん、最初のファーストインプレッションとしては以上です。はい、おしまーい。ここに入るか、全然感じいい、余裕で入る。よし、じゃあ止めます。はい、はい、じゃあさあテストで今アルファ7S3 なんとか乗ったんで、シグマの2870コンテンポラリー、うん、これで歩いてます。ちょっとサンダルで出てきちゃったので足音がうるさいですが、うん、なんかこれいけてますね。シャッタースピード50分の1、絞りは FE8IS。